ラーメンさん、ロゴ皆さんにですねご意見聞いてですね、一応8案ぐらいに僕らが絞らせたものを皆さんからこうどれがいいですかってご意見いただいて ABCDEFF のロゴがですね一番いいよって皆さんからご意見いただいて、めちゃくちゃシンプルですよね。いやシンプルで、あそうなんだと思いながらも、はい、ご意見聞かせていただきました。だから結構守ってますよね。そうやって言われたことに対して僕らもまあ心の中でっていうのは大体僕らが選んだものなんですけど、うん、うん、でもそこの中であこれなんやって、うん、ね、なんか僕らもいろいろ思いながらあそこまで選ばさせてもらったんですけど、でもトータル、YouTube のコメントと LINE でもこうアンケート取ったら LINE の反応がすごい良くて100人以上ちょっと皆さんご意見いただいて、その中でシンプルなやつが今表示してますけどもこれが良かったっていうことで、うん、あでもあいいなって僕みんなの意見聞いてそうだなと思いました。逆に僕はそれでいいのよ。うん、自分の逆にそんなに主張がないんだけど、はい、はい、だけどみんながいいっていうものがやっぱりいいんだろうなっていうふうに思いますね。確かにそうですね。なのでちょっと新生のこのロゴを使ってどんどんなんかちょっと T シャツだったりとか、ステッカーだったりとか作ってほしいっていう意見もいただいてるのでちょっと作っていきたいなと思うんで、ちょっと皆さん楽しみにしていただければなと思いますし、ちょっと皆さんにね参考に意見いただきたいのが、その例えば板に貼るステッカーだったらサイズどのぐらいがいいとか、あと車にも貼りたいみたいな人もいらっしゃって、なんかその時にはどのぐらいのサイズがいいのかな。3タイプぐらいになりますよね。そうですね。大体。なんかそれ聞きながらサイズ感聞いてちょっと作れるものからにはなりますけどやっていきたいなとは思ってて、じゃあそれを基準にして、なんかそのデザインをこう送っていただけるとありがたいな。無理かな。それはデザインでそれ色とか大きさとかの。大きさは欲しいですね。この何センチ何センチみたいな。そうですね。例えば丸の中なのかっていうのもそのままなのか、多分そのままだよね。そうです。多少なんかその反転したりとかは全然デザインできるので、そこら辺はちょっとね僕らも考えさせてもらいながら皆さんに意見聞いてとかできるといいかな。でもすごいなと思うのが自分たちが思ってたのっていうのはもう逆に小さいことなので、それがこう例えば100人の人とかもっと多い人たちがいろいろこう色をつけてくれる味付けをしてくれるっていうか、それだけでこんだけ変わるんだなっていう。でそれが例えば大体の皆さんが認めてくれたものが、それがステッカーになったりその T シャツになったりとか、トレーナーにとかっていうのは、これが一番いいなと思う。自分がこうだっていうそこまでの主張がないのでないねないね。だから逆に新たな発見っていうか、こんな風になるんやみたいな、確かにそうですね、のがあればもうどんどんそれでいいかなと僕は思うんですよね。そうですね。ちょっと T シャツはね僕個人的には生地をちょっとこだわりたいなと思ってるんで、ちょっと厚めにね作りたいなと。あそうですか。しっかり着たいんで、なんか薄っぺらいの嫌じゃないですか。まあね。しっかりこう、普段着に使えるぐらいのレアなやつありますよ。これ実はね、こうパワーズのね昔のロゴというか、元々のロゴの T シャツをね、はい。そう。何着か作ってみたけど、こんなもんかなみたいな。だからそれ以上のものはないので、どちらにしてもそうやって皆さんの意見から出たものがいいんじゃないですか。なんかちょっとみんなで着れたら嬉しいなと思うんですけどね。教養だよね。でそれとやっぱりあれだって言って俺が OK 出したやつだとか、OK 出さなかったけどパワーさんあれならいいんじゃねえって言ってそれを例えば利用していただければ、ステッカーの今のギャランティーというか今のチューンナップをやりましたってやつはまだあるので、そのステッカーを貼っていくんですけど、いずれああいうライダーの人とかもちろん買われた人とかいう人たちがつけていっていただけるような。いいですね。徐々に物も扱っていくと思うので、道具関係もそれに貼っていけたら面白いですよね。そうですね。わかりました。いや山がいいんですよ。山があるっていうのはやっぱり確かに結構なべさんのあと雪山遊びっていうのがあるんで、雪遊びか、なんでなんかいいなと思った。スキーにしてもスノーボードにしても他のね種目にしてもそうですけど、うん、これあくまでも雪遊びのもう中にはそれは例えば競技としてやってみる方もお見えになるけど、でもそれは雪遊びから始まったと思うんですよね、うん、競技に行くにしても。はいはい、だからそういうところの原点みたいなものを大事にしたいなっていうことを考えると、うん、ボードだけでもなくスキーだけでもなくみたいな、うん、いうのっていうのは、はい、何使ったっていいじゃないですか、雪遊びでって。確かにソリでもいいじゃないですかっていうところなんですよ。楽しければね。それが小さい頃はソリだったように、うん、でもね、オリンピック選手になる人もいるわけですから、そういうその原点ですよね。そこならみんな共有できる部分があるんだろうなというふうに思います。はい、そうですね、わかりました。また皆さん、なんかこのロゴ使ってこういうの作ってほしいとか、うん、ステッカーのサイズとか、うん、いろいろちょっとコメントいただけたら嬉しいなと思いますので、そうですね、はい、YouTube のコメント欄によろしくお願いします。はい、じゃあお願いします。はい、いつも YouTube のご視聴ありがとうございます。これからもですね、どしどしと YouTube のコメント欄にご質問いただければ、また私なりに答えていきますのでよろしくお願いします。スキー・スノーボードへの疑問を YouTube で回答します。スキー・スノーボードのメンテナンス方法や板やブーツの選び方や体作りなど、どんな些細なことでも気になることがありましたら YouTube のコメント欄に質問をお寄せください。今後も定期的に動画をアップしていきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。春日井のチューンナップ専門店パワーズです。この今のスキーができない、スノーボードができないこの時期にですね、板これで大丈夫ですかっていう診断をしてますので、気軽に来ていただければありがたいかなと思います。無料で診断してます。その時に持ってきたら出さなくちゃいけないとかチューンナップへってこともないので、まずは面倒ですけど、ご面倒ですけど、まずはその板の状況どうなの、どういうことすればいいのって、で今自分が持ってるものでこれはできるのとかっていうことも含めて持ってきて、気軽に持ってきていただければありがたいかなと思います。